やっぱりそうだ。モナドの力はアポクリファで封じられる前と変わらない、いや以前よりも強くなったように感じられる。あの時見た巨神のモナド、このモナドと、このモナドと関係ないわけがない。だって君はもういないんだから。なんであの夢のことが今この力がなくちゃエギルを止められない。迷っちゃダメだ。今は鬼神を何とかすることだけ考えろ。そしてもしもモナドが災いをもたらすようなら、その時はフィオルン。シルク、何考えてたの？別に何も。言いたくないんだ。本当に何でもないんだよ。あのね、シルク、一人で抱え込むの辛くなったら言ってね。フィオルン、私だけじゃなくてみんなシルクと一緒のもの背負うつもりでここまで来てるんだよ。そうか、そうだよね。そう。それにあまり無理をしない。さっきのことだってあるんだから。腕大丈夫？うん、今はなんともない。平気さ。おい、どうした？何かあったのか？ううん、なんでもない。行こう。うん。シュルク、そなたは